ました。まあフォームで言うたらまずこのこうやって持つのはもちろんなんだけど、まあダウンの時は普通にこのこれでもいいんだよ。こういう時は一歩でもいい。まあ僕は結構これでも持ってるけど、例えばね、指で弾く時って親指をして、まあ置けへん人もおるけど、置くと、こうなるじゃないですか。ということは、これやんか。ピックでこうやってやると、こうやって持ったら、なんていうんやろな。指はこの指使ってるのにピックだと使わなくなるじゃん。それよりこう弾くイメージ。ほんなら指と同じイメージになって、こうをイメージをってできる。こう親指で弾いて中指で上げるって。ほんでその方がこれやったらさ、速い曲とかってやってるとだんだんこうピックがこう揺れていくよね。こうやって2つで持ってるとグッてやっても人に取られないぐらい力強く持てるんで、もうこうやってそれぐらいね。ほんならもうこっちがすごい強いよね。だからアップがこう弱くならない。だから、うん、指弾きの人でピックとか流れてへん人でピックでやると音小さくなると思うんですよ。それがやっぱこの持ち方やったら全然大丈夫なんで、指でやってる子、これを中指でっていう感じで、それが、うん、味噌ですね。あとあれ、僕前の YouTube の時も言ったけど、リストバンド必ずライブの時レコーディングもしてないけど、必ずここにつけてるんですよね、これ。ほんでこうやっては弾かないよね、ギターのアコーギーみたいに。こうやって絶対つけてるから、弾いてるとここめくれてくるんですよね、痛い。だから、リストバンドしとかないと。だから若い時をライブでガーってやりながらね、アメリカツアーとかやったりとか、あの時もここについてるから全然ブレないんですよね。ついてるから。これついてへんかったら角度がもう全然あるやんか。だからやっぱりグシュッとこうつけてスナップでいく。指もつけへん人もおるけど、やっぱりつけた方が安定するからね。まあそういうことです。固定させてやった方がブレない。ライブなんか特にね、安定します。